はい、こんばんは、山城と申します。さあ、いろいろと撮ってきてましたけど、今日はね、サバを食っていこうと思います。晩飯にね、食っていこうってことですね。まあ一晩置いといていいかと思うかもしれません。これ一応ね、ごはと賞味期限ね、焼いてあるんでね、日持ちするみたいでね、大丈夫なんでね、一回ちょっと温めてね、食べようかなというところでございますね。まあこれね、ちょっとこっちの方だとね、ピンとこないですけど、本当に北陸の方に行くと、これだ、大体どこでも売ってるんだよね。北陸のスーパーに行くと、っていうことなんで、サバ。まあ向こうがね、もともとサバの産地で有名なところなんでっていうことだと思いますけど、ちなみにこのサバ自体は、千葉県産のサバらしいんですけど、まあ、その文化が残ってるんでしょうね。そって、取れたサバを今まだ焼いて、まあ時期もありますからね、塩の時期とかもありますからね、ということでございますね。ってことはね、サバの丸焼きね、980円、丸とね、買ってきましたんでね、これをね、まあとりあえず温めて、で、もぐもぐとしながら、食べていきたいなと思っております。では、よろしくお願いいたします。おう、温めてこよう。さあ、温めてきましたけどね、じゃじゃん、いやー、やっぱでかいですね。ふーってことでね、こっちのね、サバのね、焼きサバの、特徴はね、丸で売ってるってもそうなんですけど、必ずこの串に刺さってるんですよね。なんか、これ聞いた話なんですけど、まあ昔からその江戸時代とかかな、サバをその持ってくのに、その焼いて持ってくっていう時に、まあ持ちね、運びしやすいように串にカカカーッと刺して、まとめてギャーッと焼いてですね、それをそのまま串のままね、ポンポンポンと乗せたら、ね、運びしやすいじゃないですかってことで、いうので、なんか、この串に刺した状態で、はい、どうぞって出すのが、ね、もうそのままいただきますっていうのが、なんか文化になっているということらしいです、ございます。ってことでね、早速いただいていきましょう。一応ショーツにしとく。サバではいただきます。いるかな。ただの夕飯だぜこれ、本当に。うん、一応取っていこうかな。丸かぶりじゃないみたいだからな、魚なんで。一応ちょっと右手でいこう。骨とね、取る向きがね、逆になっちゃうんでね、左だと。でかいな、しかし、丸々一匹ですからね。わあ、でかい、やあ。おお、脂ぷりぷりだ。あ、うめえ。千葉県産だから、身が厚いね、いいね。普段ね、サバね、2切れとかでもね、十分満足するね、あれですけど、まあ、これよ、これ。この身、いいですね。本当にそのまま丸っとなんですね。すげえな。うまっ。ほんとバシッと焼いてあるやつなんで、醤油かけた方がいいかもな。醤油。ちなみにそんなにもう喋ることもないんで、散々撮ってますからね、今日フリートークで。もう動画でも見ながら、普通に晩酌を進めていこうと思います。何かあったら止めて話しますわ。47分ごちそうさまでした。さあ、食べ終わった。普通に夕飯して、なんならもう晩酌も始めてしまいましたけどね、いや、食った食ったということでございますね。まあやっぱしね、サバ丸っと一匹なんでね、ボリューム感満点ですね。で、あれですね、よく売ってるサバの塩サバと違って、丸サバをそのまま焼いてるんで、味自体は塩味がついてないんで、醤油とかトッピングで、ちょっと多めに持っといてもいいかもしれませんね。でもレモン絞ってもうめえわこれ。はあ、という感じでございましたね。
これね、まあ、向こうの方ではね、名物の、丸焼きですね。サバの丸焼き、美味しくいただきました。あと何がある？笹寿司があるか。まあ、晩酌がてら、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。シリーズ的にはこれも入れるのかな？これはもう晩酌で入れるのかな？わかんねえ。うん。わかんねえ。いや、以上です。ご視聴ありがとうございました。